どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。さあ今回のテーマソングは90年代を代表するもうイケてる曲いきます。こちらです。どう、今夜はブギーバック、小沢健二、小沢健さんとスチャダラパーさんのコラボ曲。これね、もうほんと一番最初のこの壮大なコラボ曲というようなイメージですけどね、このファンキーな曲最高ですよ。気持ちがいいです。やっていきましょう。あのラップのところもね、ちょっとやりますんでね、ちょっとね、ウクレレでこうリズムを刻みながらラップとか、なかなか新鮮だと思います。この曲なんですけど、実はですね、かなり前にガズレレ YouTube チャンネルで一回取り上げてるんですよ。もうね、5、6年前になるんですけど、今見るとちょっとわかりづらい。今回、2020年バージョンでさらにかっこよくわかりやすく、さらに簡単になって再登場です。やっていきましょう。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョン。シンプル簡単バージョンはブリッジパートのところをちょっとショートカットさバージョンでやらせてもらってるんで、簡単バージョンは入門コード4つです。これ嬉しいやつ。初心者さんでもすぐ弾けますけれども、やっぱ歌とかあのラップのところね、これ面白いところです。チャレンジしてみてください。後半のかっこいいバージョンはフルコーラスではないんですけど、シンプル簡単バージョンよりは長いバージョンのあのブリッジパートのところとか、取り入れていこうと思います。こっちはね、リズム結構こだわってますよ。はい。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽ずっとやってみたいと思ってたんですけど、なんかチャンスがなくてやったことないんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくて挫折しちゃいましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラム、これがあるんですよ。このガズレレプログラムを見て今全世界中の方が何十万人も始めていただいております。音楽なんでこれがみんなに支持されているかというと、めちゃくちゃ簡単で分かりやすくて面白くてね、もうどんどん上達できるんです。はい。このプログラムを見て皆さんも音楽始めましょう。もうちょっとしたらこのプログラム、この辺にリンク貼り付けておきます。ここにジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってる時で、本当にどなたでもあっという間にできます。YouTube ですから完全無料、今すぐ音楽始めましょう。じゃあ、プログラムのリンクここに貼り付けますよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上取り上げております。皆さんの好きな曲もあると思いますよ。はい。曲名スペースガズレレみたいな感じで YouTube で検索してもらうと、本当に出てくると思うんで、ちょっとやってみてください。はい。いろんな曲挑戦していきましょう。さあそれでは今夜はブギーバック、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。わー2 1ダンス今日はあり華やかな光、僕をすっと包むようなハーモニー、ブギーバックシェキラップ神様がくれた甘いブラケンハーニー、クールな僕はまるでやがめ始まり、ブーツでドアをドカーと蹴ってるガーッと叫んでとかとか言って、テーブルのピザファスモーチキン、ビールで一気に流し込む、ビールでみんなに Say hello on and on to
the breakdown ってな具合に行きたいっすね、いいっすね、yeah! なんてね、よくない？これよくない？よくな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 い？その頃の僕らと言ったらいつもこんな調子だった。心のベスト10第1位はこんな曲だった。ダンスボールに華やかなる光、僕をすっと包むようなものにブリバックシキラップ。神様がくれた甘い甘いメロディーハーモニー、ワイルドな君、麗しいのはブシキャッ、僕の手に噛みついて All night long Boogie back Shake it up。 夜の終わりには二人きりのワンダーラン。スチャダラパーゴ、今夜はブギーバックシンプル簡単バージョン、ガズレレオリジナルショートカットアレンジやってみました。いやーもうあのねメロディーとかもう最高ですよね。もう歌い出しのあのもう本当歌った瞬間からこの曲のねあの輝きがわかります。ダンスフロアにねあのねもう踊れる感じ、なんかもうおしゃれ、なんかいいいいっす。本当体をこう揺らして、まさに歌詞の中にも出てきますけどファンキーミュージック、こんな感じでも奏でたい曲でございます。はい。まずはシンプル簡単バージョン練習していってください。で、さっきも言ったんですけど、今のはガズレレ、ウクレレ練習用、オリジナルのショートカットアレンジバージョンになってます。主に1番からラップのところに行って、そしてまた1番の1回サビに戻って、今度は1番最後のサビを付け足したという、ガズレレオリジナルの、ショートカットアレンジバージョンでございます。さっきも言いましたけど、この後にあるかっこいいバージョンでは、印象的なブリッジパートも、やろうと思います。心変わりはっていうところです。あそこがいいんです。あそこちょっとね、コードがね、ちょっと見慣れないコード出てくるんで、こっちも期待しておいてください。ちょっと慣れたらそこも取り入れてみるとね、初心者の方もいいと思うんですけど、ひとまずは今の、ガズレレ簡単バージョン練習開始してください。コードと歌詞出てますから、一緒に練習してもらって1個目のゴール設定としては、簡単版の動画のガズさんと一緒にできるようになったら、もう1個目のゴール達成だと思います。これでも結構難しいですよ。この歌も結構ね、もうお酒が歌うところも結構すごい難しいんですよ。タイミングとかメロディー、すごくくない、もうね、ほんとソウルフルで。で、しかもラップのとこですよ。あそこもある程度も覚えないとちょっとリズムにはついていけないかなと思うんですけど、まあ一緒に練習していきましょう。はい。で、できた方、おめでとうございます。じゃあ次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、やっぱり、ね、最初はね、歌詞とかコード全部覚えるっていうのは、この曲でも、ほら、入門コード4つですからね、伴奏だけは覚えられますよ。F と G7 と Am、ずっと繰り返してる、気づいた。これループ。ループ循環コードときぐる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 回してるだけなんで、ここまでよ。はい。これなんです。簡単バージョンはコードは覚えられるかも。でも歌詞を覚えるのはなかなか大変ですからね。で、一緒にできるようになった方はですね、今度はね、もう楽譜的なものを見て、その楽譜をだんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれは大空に向かって歌えるみたいな、覚えちゃうのがいいと思うんですけど、楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということだと思うんですけど、安心してください。ちょっとこれを見てもらいたいんですけど、ガズが書いてるノートです。今ね、ガズは演奏、今夜ブギバック、このね、ノートを見ながら演奏していきました。もうちょっとしたらか、カメラにこんな風に大きく映して、こんな風にみんなも書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今すごいいいサービス始まってます。これ、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた今夜ブギバックを含む、ガズが今まで手掛けてもう書いてきた、もう膨大なノート楽譜のストックデータがあります。その中から皆さんが毎月5曲、この曲やってみたいなという曲お選びいただいて、即座にダウンロードしていただいて、すぐに YouTube と連動して練習に開始していけるぞという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回
全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。2022年改訂版の今夜は V バック。オザッケン&スチャラダパーです。はい。見ていきましょう。これ見て。数字が1って書いてあるけど、デレデレデレで2枚にわたってます。これは山盛りだよ。はい。これさっきも言ったんですけど、コード進行見て。ずーっとこれ FG7Am。これずーっともうこっからここまで。全部 FG7Am。これね、循環コード、ループ、ループですね。こういうのがやっぱブラックミュージックではかっこいいんですよ。この中で一応ロマンティックに育てていくみたいな感じですね。はい。で、一箇所、今のシンプル簡単バージョンではショートカットしたブリッジパートのところではちょっとコードが変わる。そこで展開させていくということです。まずこうやって写しとくんで、ノートにメモってください。ちょっとここに書いてあるでしょ。これちょっとね、よく見ると分かる。後でちょっと解説。ちょっと今はとりあえずこれ無視しといて。はい。こんな感じです。じゃあ一時停止でメモっていただくか、さっき紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜のデータ、ノートのデータをそのままダウンロードしてもらうのめちゃ有効。ガズのノートの特徴いつも言ってますけど、ここの、この上に書いてある点とか V、これがタイミングなんですよ。ダンスフロア、アーニー、なかな、光、僕をそっと包むようなハーモニー、この点でリズムを測ってます。はい。こんなの参考にしてみてください。いいですか？はい。で、ここ感想入って、で、ここから A メロですね。ここも渋いんですよね。はい。一時停止で書いていってください。そして、ここ。問題のここでございます。ラップ。いやー、ギッチギチですよ。ほら。ここもってビッチビチですから。ここはもうね、ニュアンスでこう、言葉のリズム、これね、一個間違えたらもうね、うまくはまんないですからね。1,2,3を待たずに16小節の旅の始まり。もうこの辺かっこいいです。はい。じゃあね、ちょっとね、この曲の構成について説明したいと思うんですけど、ここのラップのところが終わったら、最初からずーっとやってきて終わったら、ここ見て、サビ1って書いてあります。ってことは、ここに、ポイッと戻ります。一番最初のとこね。で、ここに戻って、ここに2行あるんで、これをやるじゃん。そしたら、ここ見てください。簡単版は、サビ4へって書いてあります。はい。で、ここ見て、下見てもらうと、かっこいい版は、ブリッジへって書いてあるんです。これ、簡単版はね、もうこっちに飛んで、この一番最後のサビに、入っていくぞということなんで、ちょっとこっちを見せたいと思います。今やったシンプル簡単バージョンは、サビのここに戻ったわけですね。で、ここ戻って、はい。コード進行一緒ですからね、歌詞が変わるだけ。で、ここ最後エンディングを2回繰り返して終わったということなんですけど、はい。じゃ、これが今のシンプル簡単バージョンの構成ですね。はい。ちょっと説明すると、今映したここから、バーっとやってきて、ラップが終わったら、またサビ1に来て、シンプル簡単バージョンはここから、このサビ4というふうにガズが言ってる、一番最後のサビに来て終わったということです。はい。で、かっこいいバージョンは同じようにここバーっと来たら、ラップが終わったら、サビ1に来て、今度はここに向かっていく。ブリッジパートを飛びます。ブリッジパートっていうのはここね。ここがない、またいいんですよ。はい。心変わりのっていうやつね。ここのね、ここで Gm7 というちょっと乱れないコード。でもあとはね、シンプル簡単バージョン。ここもね、ちょっと練習したらできると思うんですけど、ひとまずちょっとこれ、かっこいいバージョンでここをやることにします。かっこいいバージョンのやりたい人はここも映しといてください。ほい。で、ここ、サビ3、ガズレレでいうところのサビ3ということにしてますけどね。コード進行はずっと同じ。ただ伸ばすとかそういうのはアルペジオとか、弾き方は変わってきます。
コード進行一緒ですからね、もう歌詞だけなんですよ、つまりね。はい、で、サビ4まで行って、エンディングやって終わった。というのがガズレレアレンジになってまーす。出てくるコードちょっと見ていきましょう。今のシンプル簡単バージョンはさっきも言ってますけど、この C と Am、F と G7、今度4つなんですよ。これ嬉しいやつ。これ初心者さんが、ウクレレを習った当日に覚えるコードですからね。これ嬉しいやつ。で、今日はね、ちょっとかっこいいバージョンで出てくるコードも簡単コードなんで、ちょっとまとめて紹介させてもらいたいです。Dm と D7 と E7。はい。この3つ、これとこの4つ合わせて7個。これはね、めちゃ簡単入門コードのグループなんですよ。だから一緒にご紹介、これです、ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードってのは何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたい方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個もあんのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単なんだけど、いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、10個のコードこの動画見て覚えちゃってください。今日はそのうちの7個が出てくる。今のシンプル簡単バージョンは4つですよ。はい。そういうことで、後半のかっこいいバージョンではちょっとね、ブリッジパートのところでコードが足されますせということでございます。まずは、このシンプル簡単バージョンで4つ弾きで、コードずっと FFG7Am、 これずっと繰り返すだけですから、その中のドラマ、これをねじっくり楽しんでいただいて、歌とメロディーと言葉のタイミング、これがもう三位一体でね、これだけでも結構気持ちがいいですけどね。ラップのところとかもね、なんかリズムに乗りながらこうラップをするっていうのはなかなかね、斬新ですよ、この弦楽器。はい。じっくり歌を、マスターして頭にこう落とし込んでから、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。で、かっこいいバージョンで一個だけ、さっきも紹介したコードの中にこれ、Gm7、これを使います。これね、押さえる場所。ここと、ここと、ここになります。1弦と2弦の1フレット、こんな風に、このぐらい反り返らないとダメですよ。で、ピッと立てる。これがいいかなと思います。はい。ね、ちょっとね、押さえづらいって人はね、A7 というコードあるじゃないですか。A7 から全部押さえてもらった方が押さえやすいっていう説が多いです。で、同じ3弦ですけど、ここを足す。はい。で、これでも難しいという方は、こうやって押さえるというか、こうやって押さえるというか、工夫してみてください。Gm、これブリッジパートの印象的な一発目のコードなんでね。これね、響きがいいんですよ。はい。この1個のコードをブリッジパートに足して、あとは、さっきも言ったように、同じコード進行がぐるぐる回る F と G7 と Am、これでいこうと思います。で、リズムですね、今日はね。リズムのご紹介、これです。ドーン。16ビートと16ビートの、この、リズムの弾き方プラス、これカッティングも入るといいですね、やっぱりね。カッティング難しいんですけど、まずファーストステップはカッティングなくてもいいけど、ちょっと慣れてきたらやっぱカッティングを入れて、この曲ね、もうものすごいこの、ファンキーミュージックなんで、やっぱね、跳ねてるリズム、シャッフルなんですよ。これをやるときにカッティングがあった方が、やっぱりはるかにこう跳ねてる感じが出せるんで、これやりたいなと思います。今映ってるリズムの紹介、こちらにリンク貼っておきましょう。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼルレホームページの一枚。その中にそれぞれの濃厚解説動画がもうすでにアップロードされていますんで、やってみたいなという方、じっくり動画でリズムの勉強してみてください。ちなみにほとんど16ビートのチャ、できればカッティング入りがいいですね。ちょっとやってみようか。じゃあこのコード進行、定番のコード進行で。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっとこのカッティング入るとかっこいいですよ。ドン、タック、ツッ、タス、タス、タック。体を揺すって。これがずーっと続いていくわけよね。で、ラップも。みたいな感じで、このグルーブの中で言葉とメロディーがこうシンクロしていく、気持ちがいいんですけど難しいです。昨日なんですけど、ちょうどこの16ビートのめちゃくちゃ分かりやすいね、さらに深掘り解説というような動画をアップロードしてます。ちょっとこうリンク貼っとくんで、ちょっと見てもらえ、これがすごい参考になるかもしれない。まさに今日みたいな曲で、この昨日のこの間上げたその16ビートのやつが役立つと思いますので、ぜひやってみてください。じゃあ曲の流れでも紹介していきます。一応基本説明はシンプルなんですよ。まず一番最初、歌い出しのサビ1、ダンスフロアにからブギーバックで甘い甘いミルク&ハニーまではチャが入らない16ビートで優しくいきたいです。こんな感じで、優しく歌っといて、でクールな僕はサビ2から、16ビートチャが入っていきます。クールな僕はまるで、このチャを入れる入れない、このチャが入るだけでこうリズム感が出るんで、最初の歌い出しはただの16ビート。これでいこうと思います。で、その後はもうずっとずっと16ビートのチャでひたすら16ビートとのチャのファンキーなやつ。はい。もう、これ以外説明ないです。そして、簡単版ではちょっとショートカットしたブリッジパートのところ。ちょっとここで Gm7 が来て。心選びの相手は僕
16ビートのチャレずっとキープです。G マイナス。ここがね、急に変わるんでかっこいいですよね。で、その後もう一回サビに、またサビの3に入っていくんですけど、このサビ3で最初の1行を伸ばす。これはね、もう聞いてもらったらすぐわかると思いますね。ちょっとデモ演奏、ご確認ください。で、あとはそのまままた16ビートのファンキーなカッティング入りの16ビートのチャレ、できたら最高だなというふうに思いますと。いうことなんですよ。だから演奏はもう本当にね、シンプル。このトラックなんで、トラックってのは例えばよく、この DJ の人がラップやるときみたいに、サンプリングでこう回してるっていうのがイメージなんで、このなんか止まるとか、そういうのはあったとしても、あんまりね、このバンドっぽい決めみたいなのはやっぱ入ってこないですね。ずっと淡々と同じリズムがぐるぐる繰り返される。まさにループ。循環していく。この中でのこのロマンが、こういう曲のかっこいいスタイルでございますね。はい。なるべくこう変化がないのが、かっこいいみたいなところあると思いますんでね。はい。その体でこうリズムキープして楽しんでやっていきましょう。で、このやっぱ曲の世界観がね、90年代っぽいっていうかすごくこういい感じですね。あの頃のなんかね、やんちゃな感じがね、思い出されると言いますかですね。そういう気分も味わっながら、このファンキーミュージックに身を委ねるというか、これを作り出していくわけですから。はい。体ごとリズム生み出していきましょう。それでは、かっこいいバージョン。今夜はブギーバック。やってみる !1、2、1。ダンスフロアに華やかな光、ほぐした包むような方に浮いたしきれ、神様がくれた甘い甘いミルク花に、ふうな僕はまるでアメリカ、そうせん今
ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうね、これめちゃいいですね。もう大好きです。このね、グルーヴ感、あの体でこう、ほんと自分でこう、ディスクを作ってるようなイメージです。もうね、体をこう動かして、はい、柔らかいリズムで、この美しいメロディ。聞いていきましょう。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。はい、ここにちょっと詳細貼っておきますからね、ご確認ください。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、まだそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。